はい、皆さんこんにちは。こんにちは。この動画は皆さんのゴルフのお悩みを練習器具を使って解決する動画となっております。早速今回のお悩みが届いています。今回のお悩みは自宅で気軽に練習したいというお悩みが届いてます。自宅で練習するといえばもうパターかなと思うんですけど、自宅で練習とかもされたりはします？そうですね、自宅で気軽にできることやはりパターでしょうね。そうですね、まあ、なかなかね、こう家の中でスイングをするって言ったら危ないですもんね、近所迷惑なるしね、まあ、すごい豪邸の家だったらね、天井も高くてねいいかもしれないですけど、一般的にやっぱ家で練習するとすればパター。なかなかやっぱパターを練習する機会っていうのは皆さん少ないと思うんですよね。そうですね、逆にね、そうですね、はい、逆に皆さん、はい、ショットの練習はねいっぱいすると思うんですけど、うん、一番大事なのってやっぱパターだと思うんですよ。そうですね、うん、けど、はい、なかなかやっぱパターを練習する方が少ない。そんな時にやっぱり家で気軽にできたらすると思うんですよね。そうですね、なんでやっぱそのパターの練習っていうのを自宅ですることでスコアアップにもつながるし、パターで崩しやすい人っていうのもよくいると思うんで、まあ、そういうのはね、はい、ぜひ自宅で、まあ、もちろん現場でやるのが一番いいんですけどね。そうですね、うん、パターの練習とかは普段は結構します。そうですね、パターっていうのはもう本当にワンラウンドとして非常に大切な部分。パターの調子が良くなってくると、まあ、次のショットにもつながっていきますし、一般素人の方はどんどんご自宅でパターの練習をしていただきたいと僕なんかは思います、ね、うん、ですね、はい、まあ、そんなね自宅で気軽にできるパターの練習、これを今回ねご紹介していきたいと思いますので、うんうん、今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。そんな悩みを解決してくれるのがこちら、ダイヤオートパッド HD です。ダイヤオートパッド HD は打ったボールがアドレス位置に自動で戻る静音オートリターン機能を採用した電動式パターマットです。約 1.8 倍高密度な人工芝が実現する高速ベントグリーンの転がりをボール一つで繰り返し習得できる練習器具です。マットには約 1.8 倍高密度な人工芝を使用することでベント芝に近いボールの転がりを再現してくれます。返球距離調節ボリュームを搭載することで、この器具の最長約 2.5 メートルに合わせた自動返球だけでなく、1メートル程度のショートパッドのアドレス位置への返球調整も可能。プロも自宅で使用中。それでは実際にダイヤオートパッド HD これ使ってみましたけど、中井さんどうでしたか？非常にいい練習器具ですね。こちらもかなり芝目は本番に近い芝をここまで再現するかいうぐらいできているんじゃないかって、はい、そういう印象でした。確かに転がりもやっぱ従来 の、 パターマットの練習の木ってやつはなかなかやっぱこうボコボコしたりとかするんでまっすぐ転がりにくいんですけど、やっぱ芝目が高密度で作られてるっていうことなんで、本当のグリーンで打ってるような感覚ではボールを転がってくれるんで、でしたよね。そこはすごく良かったですね。で今回お悩みは自宅で気軽に練習したいということだったんですけど、そこの面ではどうです、うん、いやいや、もう先ほど冒頭で言いましたようにマット自身に厚みがあるんで、上下階への音を吸収、すごくできてると思います、はいはい、自分で練習したパッドが跳ね返ってきて、それ自身もきちっと自分のところまで戻ってくる調整付き、はい、長さに応じて返って
ってくるその距離も調整ができちゃうっていう。びっくりしました。びっくりしましたね。最先端だなと思って。ね、だからその辺ね、その気軽でっていう部分では、うん、勝手にまあ自動的にですね、うん、ボールが返ってくるっていうのもそうですし、いや本当音の部分でもね、音の部分も最高。やっぱ家でって練習するってなると音が皆さん気になると思うんですけど、うん、いやそうですよ、うん、そこの音がやっぱこう静かにスーッと返ってくるので、うん、びっくりしました。びっくりしましたね。本当にこの音の部分でもそうですし、背、うん、の部分でもやっぱこう芝目とかもそうですし、うん、もうかなり自宅でもこれさえあれば使いやすい。もう何でも練習できますね。本当に使いやすい。自宅で気軽に練習するっていう部分ではかなりおすすめの商品になってきますね。まあ、そのパターマット従来のに比べるとかなり性能よく、めちゃくちゃやっぱ練習できるんで、パターが苦手な方はぜひ自宅で気軽に練習をやってみてください。おすすめです。本日もありがとうございました。ありがとうございました。